LZ127。LZ127 は、20世紀初めに登場した一連のドイツ巨大飛行船の一つ。愛称は、グラーフ・ツェッペリン、ツェッペリン白号。1928年9月18日発飛行。全長236.6メートル、776フィート。 最大体積が10万5千立方メートル、370万8千4 0立方フィートにも上る、当時世界最大の巨大飛行船。浮力には水素、動力にはブラウガスを使い、5機のマイバッハ製 550HP エンジンを搭載して動き、60メートルトンの荷重を運搬可能にしていた。相性のグラーフはドイツ語で白尺。 世界に名を馳せたドイツの巨大飛行船産業をほぼ一台で築き上げたフェルディナント・フォン・ゼッペリン伯爵にちなむ命名である。姉妹船に LZ126、ロサンゼルスがある。はじめのうち LZ127 は世紀の飛行船旅行へ向けた実験的及びデモンストレーション用の目的で使用されることになっていたが経費を総裁するため渡航者や手紙を運ぶようになった。 1928年10月、アメリカ合衆国ニュージャージー州レイクハーストへ最初の長距離飛行が決行され、到着した乗組員はニューヨーク市で紙吹雪のマウパレードで熱狂的な歓迎を受けるとホワイトハウスにも招かれた。その後にグラーフ・ツェッペリンはドイツ、イタリア、パレスチナとスペインを訪れた。アメリカへ飛行する二度目の旅行は、 1929年5月にエンジンの故障が原因でフランスにて中止となった。1929年8月、LZ127 は完全な地球一周という思い切った冒険へと出発した。この空の巨人の増加する人気のおかげで、チェッペリン社幹部の不合エッケナー博士は、スポンサーとなる企みを容易に見つけることができた。 その出資者の中には世界一周の旅をレイクハーストから正式に出発するよう求めた人物であるアメリカ出版会のオーキミ・ウィリアム・ランドルフ・ハーストがいた。その年の8月8日に LZ-127 は出発、大西洋を横切って、セッペリン号の故郷であるドイツのフリードリヒソハーフェンへと飛行した。 フリードリヒスハーフェンで燃料を補給した飛行船は広大なシベリアを横断して東京、霞ヶ浦8月19日期23日発。詳細は霞ヶ浦の歴史校の軍事航空武士を参照へ向かう無着陸飛行行った。エッケナー博士は彼らが上空を飛行してきたシベリアのいくつかの土地は近代の探検家たちからも発見されたことがない場所で、 あると信じた。5日間、東京に留まった後の8月23日、グラーフ・ツェッペリンは初の太平洋横断飛行に出発した。この時にはアメリカへ出張に向かう草加龍之介が同乗していた。そして、サンフランシスコの上空を通過して、南に向かい、ロサンゼルスのマインズフィールドに到着した。これは、あらゆる無着陸太平洋横断飛行の最初の、 ものであり、その飛行距離は5998マイル、9653キロメートル、飛行時間は3日に及んだ。アメリカ合衆国を横断する最後の行程は、シカゴを通過して8月29日に、レイクハースト海軍航空基地に至る2996マイル、4822キロメートルの旅で、所要時間は2日間だった。この船旅は、 全体で21日間と5時間31分を用した。最初のフリードリヒスハーフェンからレイクハーストまで移動し、そこから出発地に戻った最後の旅行までを含め、飛行船は 49,1618km、3831マイルを飛行した。出発地のレイクハーストからレイクハーストへ戻った。 間の距離は三万千四百キロメートル、一万九千五百マイルであった。なおこの船旅の料金は一等席で九千ドルもした、そうである。乗組員の中には、ハーストの客人である、新婚の北極地方探検家、ジョージ・ヒューバート・ウィルキンスとスザン・ヌ・ベネットがいた。この旅行が彼らへの結婚祝いのプレゼントだったので、ある。翌年、飛行船は、 ヨーロッパ周辺で数多くの旅行に着手。1930年5月には南アメリカへの周遊にも成功し、大西洋を横断する最初の飛行線航路を正式に開く決定打となった。船は1931年に北極への調査飛行というもう一つの壮大な目的地を追った。これは、チェッペリン伯爵がそれより20年も前に夢見ていたことだったが、 当時戦争が起こったためその時は夢を成し遂げられなかった。世界恐慌が始まったばかりの1933年10月、グラーフ・チェッペリンはシカゴ万博に姿を現した。この当時は飛行機との競争が大きくなっていたにもかかわらず、LZ127 は1936年まで毎年増え続ける旅行者や手紙を大西洋を越えて運送したのである。 エッケナー博士は、同じツェッペリン号の別の船舶で成功を収めた LZ127 を補うとして LZ128 の開発を計画した。しかし、1931年にイギリスの旅客飛行船 R101 の悲惨な事故が起こったため、ツェッペリン社は水素で満たす飛行船の安全性を再考せざるを得なくなり、また新計画のため飛行船の従来の設計も、 捨て去らなければならなくなった。LZ-129 は最終的に大統領パウルフォン・ヒンデンブルクにちなみ、ヒンデンブルクと名付けられた。これは、ツェッペリン社の技術をかなり増進させたであろう。飛行船で船内をヘリウムで満たすことが意図されていた。しかし、アメリカ合衆国から出されていた金油霊で飛行するのに必要であった。 大量のヘリウムが入手できなかったため、宿命的にも水素を使用する設計へと転換されたのである。ヒンデンブルク号爆発事故後、飛行船の安全性に対する国民の信頼は、打ち砕かれ、水素で満ちた飛行船で乗客を運ぶことが許容されなくなってしまった。LZ127 は、事故の1ヶ月後にその役目を終え、博物館に収蔵されることになった。その後、 LZ-127 は第二次世界大戦の勃発とともにその生涯の幕を下ろす。1940年3月、ナチスドイツの空軍元帥であったヘルマンゲーリングは残るすべての飛行船の破壊を命じ、アルミニウム製の部品をドイツ兵器弾薬省へと供給した。英語版に挙げられている参考文献は以下の通り、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。